か、ジェンセン君だったか。会長、慈善団体との会食が。すぐに行くよ。いざを持っていたところだ、ジェンセン君。ビル・タガートだ。ヒューマニティフロントの会長だろ、知ってるさ。そう、知っているだろうとも。デビッド・サリフの警護のトップなのだから、もちろん私のことは調べ上げているだろう。しかしジェンセン君、最近の君たちの不幸には私も心を痛めている。そうか。君たちの会社が人類に対して行っていることは支持できない、危険極まりないことだと思っている。だが人体拡張技術の廃止は合法的な手段に訴えるべきだ。覚えておく。今日は6ヶ月前の事故後の復帰初日だそうだね。会長、行きましょう。あれは事故なんかじゃない。これは失敬。しかしこんなにも早く第二の事件に直面するとは大変だな。おかげで不快な記憶に苛まれているんじゃないかな。ご心配ありがとう、ミスター・タガート。だが問題はない。私は心理学者だよ、ジェンセン君。強がりを言っていればすぐにわかる。体は癒えても心はなかなか癒えないものだ。そのことを覚えておきたまえ。さて、申し訳ないがおいとましてもいいかな。ぜひ伺いたいものだ、ミスター・タガート。今晩ここで何をするつもりか。決まっているだろう。この会社は悪意の標的にされた。ここで起きたような暴力と流血は食い止めねばならん。だが良識ある知恵者同士の合意がなければ暴力が止むことはない。合意だと。そうだ、未来についての合意だよ。人体拡張技術は人類の進化の過程に変化を迫る脅威だ。人間であるということの定義すら変えようとしている。政府がそれを黙って見過ごすと思うかね。進歩を阻むことはできない。かもしれん。だがその進歩とやらが一人歩きするのを黙って見過ごすわけにもいかん。止めるだけの力、多くの人の意志、そしてビジョンがあるならなおさらだ。そうか。ご考説をどう思う。いやいや。アシーナ、ここに勤めて長いんだろ。年齢のことを言ってるんじゃないわよね、アダム。いや、だがあんたの目は節穴じゃない。サリフが俺たちを裏切るような真似をしていたら。サリフ社長は常に会社の利益を考えてるのよ、アダム。それは分かってるさ。分かってないわ。創立時から勤めているから、社長がゼロから起業したのを見てきたの。社員を大切にする人よ。会社の使命に信念を抱いているのよ。会社を危険にさらすはずはないわ。失言だったよ。全くその通りよ。悪いけど仕事があるの。ボス、話がある。どうかしたのか。もしかして俺を雇う前に会社のファイアウォールに秘密のアクセスルートを作ったか。なんだと。最初の襲撃よりも前に何者かがそのルートにアクセスしていたらしい。入社後にプリチャードとセキュリティを強化したが、その穴はそれ以前に開いていたんだ。うん。だがそれはフランクが直した。違うか。今はな。どうして何も言わなかった。フランクは被害妄想なんだよ。わかるだろ。それに忙しいとどうしても物忘れが多くなる。あんたはそこからでかいデータを流してた。俺がここに来る直前にな。確かにプリチャードは被害妄想だが、俺だって気にはなるさ。うん、元警官の習性というところか。だが大切なのは君が穴を見つけて埋めたということだ。今は安全だ。それに君がフィーマで見つけた情報はこいつらの追跡に役立つかもしれん。今は大事なことに集中しようじゃないか。
まず言っておくが、俺だって奴らを捕まえたいと思ってる。だが社のセキュリティは全てあの抜け穴から破られているんだ。今日の件もな。奴らを探すにはどのデータにアクセスできたのか知っておく必要がある。確かにな、その通りだ。はっきりしなくて悪かった。本当のところ私はもっと先を考えている。未来の安全、全ての人類の未来についてだ。ビルタガートが私の失敗を望むようなつまらないことに邪魔されるわけにはいかない。君は最高の戦士だ、アダム。私は信頼している。私に示してくれた忠誠は戦いが続く限り変わらないはずだ。それこそが大事なことじゃないか。未来こそが。勘違いしないでくれ。リーダーシップに文句はない。流したデータが漏れたかもしれない。それが心配だ。攻撃してきたハッカーにな。事実だったらどう対処する気だ。そうか、それは考えていなかった。だがそれでも君はやりすぎだ。データが漏れているのを心配しているようだが、我々が団結力を保ったまま動けていれば心配する必要はない。私が心がけてきたことだ。最も能力の高い人間を見つけ、お互いを補えるようにチームを一つにする。ミーガンはそれを理解していた。だから彼女は君を雇うように言ったのだ。我々小さな家族が生き残るためにね。ミーガンは関係ないだろう、ボス。セキュリティ侵害の話だったはずだ。ああ、いや、つまり今、直接には。私の流したデータは、ミーガンや彼女の仕事には関係ない。ここでは日常的に発生するごくごくありふれた交渉中の案件に関するちょっとした調査だよ。信じようと信じまいとね。たとえ誰かがバックトレースしてこれを見たとしても、何のデータか判断はつかないだろう。信じてくれ。大丈夫だ。ボス、6ヶ月前、襲撃犯たちは俺の知らないことを知っていた。だから俺のセキュリティを抜けられた。あんたとミーガンがどんな秘密を持っていたかはどうでもいい。それが再び危険につながらなきゃな。アダム、そんなつもりじゃないんだ。そう、君の言う通り、私は確かにこの情報を君に隠すべきではない。しかしなぜそうしたのかは分かってくれ。よし、いいか、真実はだ。私は内密の調査員のために機密データチャンネルを設けた。個人に隠された経歴について調べてもらうためにね。新しく採用する人物、君のようなね。なんだと。そうしなければならなかった。君の経歴には汚点があったんだ。スワットを解雇されたからな。ミーガンは信用してたが、確かめる必要はあった。いいか、本来私はこういうことは望まない。ファイルを君のコンピューターに送るから自分で確かめるといい。だがアダム、気をしっかり保てよ。何？なぜだ？つまり時に過去は過去のままであるべきだということだ。君がデータを見たら、それをなかったことにはできない。準備ができたら戻って声をかけてくれ。次の動きを詰めねばならない。
サリフと話したそうだな。なぜ僕らの顔を潰したのか教えてくれたか。まだだ。そりゃよかった。いいか、お前がサリフから拝聴したありがたい手がかりを追っている間、僕は最初にしておくべきだったことをやる。信号の逆探知だ。そう向きになるな。まあいい、万が一何か分かったら教えてくれ。万が一だって？万が一だ。
この業界で働いてるけど、そう長くもないわ。私も愛してる。あら、アダム、ごめんね、今話せないの。片付けなきゃいけないことがあってね。
もしもし。リムのデモは何時間も前に。
悪いわね、今は手伝えないわ。例の会見の後始末をしてるの。さあ持っていけ、企業パスポートだ。君の生体情報も入力済みだ。偽の旅程を組んだからすんなり返社に入れるだろう。中国に行けというのか。フィーマはどうする？フィーマは関係ないはずだ。中国の方は可能性は高い。なぜそう言える？ミーガンを殺した奴はあの施設から部下を引き上げさせていた。地下倉庫には奴らの仲間の死体もある。分かっているよアダム。フランクが全てを見ていたんだ。だからあの男が死ぬ前に君に中国の住所を教えたのも知っている。君に調べてほしいんだ。話が全く見えないが。いいかアダム、我が社が襲撃されたのには理由がある。君は台風や私が隠している他の極秘軍事プロジェクトがその理由だと考えているのだろう。その線もあり得るな。だが関係ない。ミーガンのチームが殺される前にしていたのは人間であるということの定義を変える研究だ。我がサリフインダストリーは人類を次なる発展段階へと導く寸前だった。自らの手による進化だ。それがある種の人々をどれだけ怯えさせるか分かるだろう。ああ、それが利益になる奴らがいることもな。金のことなど考えたこともないが、君の言う通りだ。私と考えの違う人々もいる。誰のことだ？その答えを君が中国で見つけてくれるように願っている。さあ行くんだ。ファリダがヘリの準備をしている。友よ、お望みは？
友達に宣伝してくれ。警察じゃなくてな。何が欲しい？友達に宣伝してくれ。警察じゃなくてな。今日は何か購入するご予定？じゃあ次の機会に。またね。
定地市と国連使節団が同じ場所にいたのが目撃されています。国連本部に近い場所で会合が行われています。リハビリ施設ですか？タガードさんはご存知ですか？もちろんだとも。休館でなければ行きはしないんだが。そうですか、わかりました。私には想像もつきません。進んで技師を諦めるなんて。頼む、タガードさんが日程をこなせるように気を配ってくれ。君たちとは今週後半に落ち合う。わかります。あんたがタガードの右腕か。確かドクターイザヤス・サンドバル。芝居はやめたまえ、ミスター・ジェンセン。タガートさん同様、私のことも調べ上げてるのは分かってるんだ。あんたは過激な活動家なんだろう、ドクター・サンドバル。私が見てきたものを目にしたら行動を起こさないわけにはいかないはずだ。正直言って、元警官の君がこの技術の危険性を脅威に感じないのは驚きだ。障害者や負傷兵、オーグメントで助かっている人はたくさんいる。だが代償が必要だ。私の友人の人生はオーグメンテーションとやらに台無しにされた。君と同じくオーグメンテーションを余儀なくされたんだ。だがそのおかげで彼は、人は強大な力を手にするととんでもないことをしてしまうのだよ。それをしっかり考えるべきだな。その友人のことを聞かせていただきたいな。一体何をしたんだ？何も。湾岸戦争か。ショッピングセンターで暴れ回ったんだよ。彼は警察に射殺されることを望んだ。オーグメンテーション中毒で一生苦しむよりね。オーグメンテーション中毒だったのか。君の会社のパンフレットには書かれていないだろう。ニューロポジン依存症、拒絶神経症、このテクノロジーが生み出した心身の病は数知れない。にもかかわらずそんな話は滅多に聞かない。ちゃんと公表されているはずだ。いや、君のところの弁護士軍団が揉み消しているんだ。あんたの友人はそれでどうなった？警察の手で殺されたのか？いや、ビル・タガートに説得された。君は忙しい身だろう、ミスター・ジェンセン。私とタガートさんも同様だ。ジェンセン、来るのは社長から聞いてたわ。園舎はいいとこよ。行ったことあるのか？昔住んでたのよ。アッパーシティで 3,4 年働いてたの。夜はしょっちゅうローワーシティで遊んだものよ。行く？俺はてっきり。どれぐらいかかるんだ、マリカ。飛行時間？それとも後のお楽しみのこと？心配しないで、あっという間よ。準備はいい？長江の宝石が見えてきたわ。参ったな。あんな町で探し物か。ま、悪党が住むのは下の方だけよ。着陸するわよ。あの男が言ってたのは変車コートガーデンね。ここから少し歩いた幼茶を地区よ。危険だから送ることはできないけど。ああ、奴の言った住所が罠かもしれないしな。
私の敵ならそうする。誰が住んでるか調べてさっさと退散するのが一番ね。先週会ったっきり。心配だわ。仕事も3日休んでるし。まさかチャンが？ニンに限ってそんなことは。ただメイはそれを恐れてるわ。メイといえばまだ下でエドガーと言い合ってるの？そのようね。あの子近いうちにまずいことになりそうな気がするわ。実を言うともうなってるわ。ここだけの話、チャンは彼女を恐れてるみたいなの。友達をお探しなら下へ行って。あんたみたいなハンサムな男性、女の子に引っ張りだこよ。やだわ、メイのいる部屋にバッグを置いてきちゃった。ねえミスター、客のふりをしてあの部屋に入ってくれない？そしたら喧嘩が収まるかも。言ったでしょ、私はオーグメントなんていらないの。しかもこんなことのために。この店の客はオーグをつけた女の子には金をたっぷり払う。がっぽり稼げるぞ。なら自分にオーグをつけて自分をファックしろって客に言って。そういう客はもういるぞ。なあメイ。絶対に嫌。以上よメイ。お客さんだ、仕事をしろ。すみませんお客様、メイがお客様を待たせていることに気づきませんで。あなた客じゃないわね。なぜそう思う？身のこなし、それに態度も。俺の態度で？警察とか軍人とかそれ関係でしょ。なぜここへ来たの？オーグメントの話を聞いたが、どういうことだ？店がオーグメントをつけろって言うの。客を喜ばせるために吐き気がするわ。手術される前にやめてやる。だが店はそうさせてくれない。そうなの、私はついてるわ。ここで一番の古株だから、いろいろと有利なのけど、新しい女の子たちは冴えないよね。どういう意味だ？彼女らはオーグメントを強制されるわ。かわいそうに。ここで働いてるニンテコ、もう何日も姿が見えないの。きっとオーグメントの手術に連れてかれたんだわ。あなたはいい人みたいだし、一刻を争うの。お願い、助けてくれない？お金は払うから。なぜニンは連れ去られた？以前はオーグを拒否できたの。でも、オーグ付きの女の子が増えるほど売り上げが伸びちゃって。だから今は強制的に手術を受けさせられる。私みたいな純潔は人気がないから雇わないの。任も純潔なのか？そうよ。けど、今はもう違うかも。彼女は店からオーグメントを強制されて、いくら殴られても断ってたわ。怖いのは奴らが痺れを切らして手術を強行すること。そういう女の子は人が最初でも最後でもない。なぜ警察に頼まない？ロアー編社ではベルタワーが警察の代わりだけど、奴らは犯罪者に買収されてる。女の子たちが奴隷にされようがお構いなしよ。奴らとは誰のことだ？フォンファホテルはもともと個人経営の店で、地元警察と契約して守ってもらってたの。クリーンで安全な商売をしてたから奴らも手が出せなかったけど、ある時全てが変わったわ。何があった？ベルタワーがやってきてローアー編社の警察になったの。奴らは人助けなんて考えない。
で薬の元締めが子分を連れて現れてこの店を乗っ取ったの。それで全てが変わったけど、私たちにはどうすることもできない。金を払うと言ったな。具体的には任が助かるならたっぷり払うわ。協力してくれたら最低でも1000クレジット。俺は何をすればいい？女の子たちは薬を飲まされて大言地区のどこかへ連れてかれるって話を。そこで医師が来るまで監禁されるって。その場所を突き止めて任を救い出して手遅れになる前に。分かった、助けよう。ありがとう。私の目に狂いはなかったわ、ミスタージェンセン。ミスタージェンセン、もう時間がないわ。オーグメントでつながれる前に任を探し出して。つながれる？奴らはそう呼ぶわ。女の子をオーグメントでつないでからニューロポジンで飼いならすのよ。任の居場所は大言地区のどこかとしかわからないわ。正確な場所を教えてくれ。だからわからないのよ。けどチュアン・リーって用心棒がいるわ。奴らの仲間よ。よく屋上でタバコを吸ってるから探してみて。彼からニンの居場所を聞き出せるかもしれないわ。他に情報は？そうね、ニンをさらった連中はハーベスターと組んで動いてる。地元のギャングトライアドの一味よ。奴らを探すのがニンを見つける近道かもね。了解。ニンが姿を消してからメイはずっと怒ってるの。うせろ、ぶん殴られたいか。あんたに会いに来た。ああ、何の用だ。任の件だ。その名前なら電話帳にいくらでも載ってる。あんたの仲間が彼女をさらったのは分かってる。居場所を教えれば悪いようにはしない。悪いようにはしないか。なるほど。まずは金を見せてもらおうか。タフガイ、居場所を教えるのはそれからだ。金は払わん。まあ好きにしな。ただ殴って吐かせようなんて思うなよ。俺はたまたまその情報を持ってるわけじゃない。
金を払う気になったか。受け取れ。リンはどこにいる。よし。だが俺から聞いたことは内緒だぞ。彼女は大権地区の水路脇の路地に囚われてる。ただおそらく見張りが何人かついてるだろうな。地獄へ落ちろ。你喜欢行刷吗？别走啊，子怡，再多住几个月吧。没办法，当初大勇机械收购我们公司的时候，我的工资就下降了不少。现在我赚的可付不起房租，来胶南旅馆住吧。虽然这不是天堂，但是它很便宜，在这你可以重新开始。好的，我会考虑的。誰だ？ベルタワーの特殊工作員か？我前阵子回纽约的时候看了电视里面的新闻，有关 Pegasus 的内容。こっちに来るな、よそ者。戻るんだ。别再躲了。近づかないで。
メイの頼みで君を助けに来た。怪我はないか？メイ、ありがとう。ええ、私は大丈夫。まだ何もされてないわ。けど、もしあなたが来てくれなかったら、どうしてここが分かったの？口説くのは得意でな。ここから出して。本当に大丈夫か？一人で戻れるか？ええ、ありがとう。誰だか知らないけど、本当にありがとう。もう行かなきゃ。私この町を出るの。あの怪物ちゃんから逃げなきゃ。メイにお礼を言っといて。いろいろありがとうって。メイとあなたは命の恩人よ。ニーは見つかった？ああ、無事だったが逃げたよ。もともと町を出る気だったようだ。あの子って本当に賢いの。よかったわ。後で連絡してみる。これは約束の報酬よ。もっと稼ぎたいなら別の仕事があるけど、ダサいなあなたにぴったりの仕事が。興味ある？仕事によるな。ダイヤモンドちゃんの名前はもう聞いてるわよね。この町の痛みや悲しみを餌にしてる極悪人よ。奴がいる限り私たちに平和な暮らしは訪れないわ。ちゃんを殺せと？そう。けど事故か自殺に見せかけてほしいの。一体何を俺に頼む気だ？ローアーヘン社は危険な場所よ。ダイヤモンドちゃんは屋根の近くのマンションに住んでるの。
奴をぶちのめして下の路地に落としちゃって、あの高さならまず助からないわ。報酬は出るのか？任を救出した時の2倍払うわ。チャンを永久に始末してくれさえすればね。なぜ奴の死を自殺に見せかける？私、過去にチャンを脅したことがあるの。もしチャンの身に何かあったら、ハーベスターたちは任を逃がした私たちが犯人だと考えるわ。それだけは避けたいの。チャンが死んだところで、密売人上がりの他のポン引きに利用されるだけじゃないのか？知り合いが最近警備会社を始めたの。彼らを雇って女の子たちを守るわ。それだけやっておけば十分だし、信頼できる人なの。ダイヤモンドちゃんについて聞こう。奴は怪物よ。最初は女の子たちに薬を与えて中毒にさせてたわ。言うことを聞かせて従順にするために。けどブラックマーケットで安いオーグメントが手に入る今は、逆のオーグメントへの執着もあって、さらにひどいことになってる。女たちをつないでいるわけか？そう、ミルクを絞り取るために女の子たちを切り刻んでるの。オーグメントは支配のための道具に過ぎない。いつでも女の子を追跡できるし、ニューロポジンが欲しいから誰も逃げられない。引き受けよう。ありがとう。ダイヤモンドちゃんの住所を教えるわ。近くの屋根の上のマンションに住んでるの。ローアン編者は危険な場所よ。チャンをぶちのめして下の路地に落とすだけでいいの。あの高さならまず助からないわ。他に知っておくべきことは？チャンはきっと一人よ。意地っ張りだからボディーガードをつけないの。けど気をつけて。一人でも危険な男には変わりないから。了解。忘れないで、ミスター・ジェンセン。チャンを始末するときに他殺に見えるような傷は絶対に残しちゃダメ。疑惑は全て私たちに降りかかってくるわ。なら鎮静剤もペプスも使えないな。腕力でねじ伏せろってことか。問題ない。ならよかった。幸運を祈るわ。私はここで待ってるから。